はい、今度はポップンツインビーと、ゴエモン、頑張れゴエモン。これとこれどんなゲームかちょっと気になりますね。ポップンツインビーやってみましょう。これまあね、普通にツインビーだなと思うんですけど、ポップンツインビーってね、スーパーファミコンでも出てるんですけども、それとはまた違うと思いますね、これね。普通のツインビー、これツインビーだの方だと思いますね、ゲームボーイの。ステージセレクトもできるんですね、これね。はい。外国版はポップンツインビーっていうタイトルなんですね。やっぱそうですね。これ普通の、あれですよね。ゲームボーイ版のツインビーだですね。まあ、ベースとしてはまあね、ファミコン版のツインビーとかと、をちょっと移植した感じだとは思うんですけども。これやるのも久しぶりですね。これも前実況からやってるんですけども。4年ぶりぐらいだと思います。これやるのも。あー、しまった。何やっとんね。まさかこんなとこで一気死ぬとは思わなかったよ、俺。ああ、しまった。白に変わったのにな、今。ダブルやったのにね。ああ、また、打っちゃった、おい。あ。これ全部スターですね。全部消える。ああ、スピード取っちゃったよ、今。取る気なかったのに。これでは速くなったらやばいやろ、これ。ああ、また変わったのにな、今。白に。ああ、くそ。スピードが速すぎて取っちゃうわ、今のは。ねえ、色変えたかったのにな。取っちゃったよ。これでもボスはオリジナルですよね、ゲームボーイ版の。まあでも、オニオンヘッドに似てますけどね、攻撃の感じが。一面のね、ボスのね、ファミコン版とかアーケード版の。倒しました。よし、やっと取れた。これであとまあね、バリアも取りたいんですけどね。ああ、今緑になったやつあった。ああ、今赤になったやつあった。ああ、そうか。あれ、打ちすぎたらね、8になるんです、そういえば。ああ、取れなかった。あれ取ったら元に戻れたのにね。また弱い装備に戻っちゃったやん。
あ、取れなかった。取れなかったつか。色変えられなかった。でもまあ、ツインビーってね、このベルの色に気取られてね、敵にやられるっていうね、そういうゲームですよね。終わっちゃったわ。いや、2面でゲームはなっちゃいましたね。はい。まあ、とりあえずこれで終わりにしたいと思います。はい。一応ね、ワンコイン分だけやるっていう。